建築が外部のデザインとしてあってそしてあの、えー、大きく彫り込まれた開口があってその奥に人間が生活している最も外部の面として窓がはめ込まれているだからまさにグラデーションの中で窓がやっぱりあるということをガウはあは意識していたんじゃないかなというふうに思っていてまあ11ヶ月ぐらいかな。 ぐらいにあバルソナ建築大学にガウディが通っていたガウディが卒業したその大学がずっと今でも続いてますからバルソナ建築大学に留学をして、まあ、そこに行っていろんな資料を見せていただいたりとかしながら本格的にガウディ研究をやることになった。ガウディの生まれたレウス生まれた故郷に博物館があって。 そこにあのガオリが書いた覚書があってね訳してですねで大体資料集めで家に帰ってくるとあの屋上階に屋の裏部屋みたいな形であのえ家を借りてたわけですけどそこで翻訳を夜遅くまでやって日付も打たれていて建築論なんで,でなおかつテーマは装飾っていうことがテーマになったんですね。 装飾というのはお飾りの装飾じゃなくて建築がどう一体あの総合化するかということを考えておられたことが分かってでそれを読ん全部読み通したときにガウディアは分かったと自分が考えていたことの通りの建築家であったという実感を持ったんですよ。これが大きかったですね。そういういいわゆる建築の まあ総合とといいうことを常に考えていてその中であの生涯を建築をとデザインを通してやった人なんだということがこの分かったっていうのは大事なことでねあすもう混運しましてねこちら鳥肌立って私にとってはそのガウディを研究することによってあの本当に建築を いわゆる幅広い視点から見ることができたガウディやって良かった一つにその系譜我々やっぱり建築の歴史の流れの中で設計活動を行っているわけで近代建築の中でじゃあガウディはどういう形で捉えられてきたんだろうガウディってだから得意な建築家という形で見られてるからみんな恐ろ恐ろ近づくんだよねギャングに言うとガウディに対して否定的であるということは近代建築の 肯定的な部分を主張するわけだからその意味で一種の近代建築理解のバロメーターみたいなものにもなるんじゃないかなと思ってそれをあのガウディ論の建築の系譜恐ろしいほどあるわけですよあのガウディについて書かれたものはそういう系譜を表すことによってガウディの近代建築における位置づけまたそういうガウディをフィルターに関して 人々は近代建築をどう想定しようとしてるのかっていうあのいうことも見えてきてガムジェがのく26歳で書いた時の日記創始ルンっていうものの題材っていうのは例えばここの建物のファサードがあってそこに傾いた線が傾斜した線があるだろうとこの線は何かあの勝手に建築家がね あの引いた線なじゃなくて全部理由筋道があるんだというふうにガウジは言ってるんですね。必ず意味のある筋のある理由のある中であのそういう線は引かれたし形はそういうものを持ってるんだというのがガウジの考え方でねガウジの解釈である。でそれをその総合の考え方が結局 あのー、1882年83年から始まる桜田ファミリアの建築家として地下制度から始まってこう、あのー、立ち上がっていくきに、まあ、地下にアトリエ隣にアトリエができるんですね。だからガウディのいわゆる設計事務所があるわけで設計事務所になっていくわけでそこでさまざまな実験が行われるその中でやっぱり主なるものっていうのは自然の処刑書の研究 そのの原理があるわけですね建築には見える部分と見えない部分があるわけだけど自然の処刑書の植物っていうものを取ってみた時に例えば花の部分がある額の部分があるあるいはそれを支えている茎と付け根の部分があるそして葉が広がって日にその葉の表をさらしているところがじゃあ葉の裏を見てねそこに表と裏は やっぱり一つの生成というシステムによって成り立っているわけだからここは見える部分だからあの丁寧にやって見えない部分だからおろそかにねするっていうことはそういうことじゃなくてやっぱりそれぞれがやっぱその有機体の全体性としてその部分として生きていてそれによって初めて総合という生命あるものが生まれてくるんだからという総合的なおかつ生命あるものとして建築が 立ち上がるということはそのど,どこかをおろそかにするねことがもうありえないガウジにとってやっぱり建築を作ることは植物が生成するように見る見えないを超えてデザインしていかなきゃならないんだということはガウジの生涯を通して製作態度だったろうと思うんですねあらゆるところにガウジの目が行き届いている そういう意味でいうとサクラダ・ファミリアそれからカサミルもあれコロニアグエルにしても全てそういうふうに見えてくるということなんでね今あの博物館になっているそこが昔のペドラス,ベスのグエル邸だったんですね旧社馬亭の家だからもうレンガという最も安い素材としては安価に手に入るものを使ってやって当時の,あの歴史様式の時代だとレンガの素地と 声優のタイルがいわゆるムデハルというスペイン特有の歴史様式の一つのタイプがあったからそういうものもガウディは勉強するような意味であのタイルも使ったりとかねいろんなことをまあやるわけでである時行った時に朝日がちょうどレンガのなんか重たい柱だなと思って見てでその鉄の竜の扉をこう回転するためにこうワイヤーがあってそこに鉄の扉がある。 そのどん支えているレンガの柱の単独独立柱なんね重い表現だなと思っていたところが朝日が当たったらピカッと光ったんですよモルタルレンガモルタルレンガって形になってそんなレンガ装置とモルタルが光るはずないだろうと思ったらそこに声優のタイルを叩いて 一つ一つ目地に張り込んでるんですね。その声優が光るんですよ。それによって急にそのレンガの柱が、あの、なんていう軽く見えてくる。驚きました。そういううな形での、あの、こんなとこまで <laughs> 考えるんだっていう驚き。だから、 取り組み方がすごいなっていうことを受けると同時にそういう取り組みをガウディは若い時あらゆることを考えながらやってたんだっていうことが分かるまさにあのそれはガウディの特殊な腕っていうよりはあとで考えてみればずっと桜ファミリアまで続くいわゆるあの全総合という考え方の中にやはりあるんだろうなっていうふうになるんですね。 私たちが眺めている形に正しく反映している観念の詩であるというふうに言っているこれは何かというとね非常に大事なことなんですけど実在ししててるるものを観念として捉える人は実在を実在としてそのままにはしておかないんで実在をその観念として心の中にとどめていくということですね。 人は対象を直感的にね、主的な観念として捉える。で、それが心よいものであれば、さらに美しいものに作り上げる。その心よいものを、その、それを、その観念をそれ、さらに考える。観念の観念として、さらに美しいものに作り上げていく。対象をもっと知っておれば、その表現も豊かになるだろうし、 様々な形での、の人々の、その、対象に対する。感じ取り方が豊かなものになってくる、に違いないと。ガウジが言っている観念の詩というのは。実在したのは。美しい花や。あるいは優れた建築というものが。実在したというよりは。その、で、掴まれた観念の詩こそが実在したんだというふうに。ガウリは。考えていたという。 非常に卓抜なる26歳の時にそういうような見方を持っていた考え方を持っていたっていうのはすごいなと思ったんですよ。グラデデーションといいいううのをすすごくガウディを考えていたんんじゃないかなか思うんでカサミラができた時にあの文句言いに来た画家がいて「なんでこんなの作ったの?」っていう言いに来た画家がいた時に「このカサミラっていうのは見てごらんマルスナ周辺のクイセローラやチビダの山があるだろ」う ああいうものに対応してできているんだよとカサミラの単体建築で見えるんじゃなくてそこから海原を見える地中海があって地中海の海原があってその手前には古代と中世の石の集積があるわけですよ道路を隔ててぐわーっとマルソナの外部を形作っているでその後ろにはクイスローラやあのチベダムの山があるというような こういう大きなスケールの中での一個の建築というよりはガウにとってはかさみなをやりながら一つの建物を作ってんじゃなくて113点角113点のート m の巨大な塊をデザインしてなおかつ許されるなら他も他も他もという形で巨大なスケールのデザインというのを考えていたんじゃないかと。さままざな形象っていうものを あの観念の詩という形で一つ一つ蓄積していったそれの中でじゃあそのカサミラを表現する時に大きな彫りの深い建築というものがあるそうすると建築が外部のデザインとしてあってそしてあの、えー、大きく彫り込まれた開口があってその奥に人間が生活している最も外部の面として窓がはめ込まれている。だから まさにグラデーションの中で窓がやっぱりあるということをガウリは意識していたんじゃないかなというふうに思っていてそれは植物がこれ見よがしに気候をこれが私が呼吸している部分だよというようなことをしゃしゃに出て表現することはないんですね生命あるものこの自然のものっていうのは そういう全体のバランスの中でつましやかに呼吸しているで、その不備があると台風なんかで枝が折れて倒れたりとかするわけで僕が一番好きなのはガウニの言葉で生命ある造形のビジョンこの生命の感覚これを私たちは作品に与えなければならないんだとこの観点から私たちのあり方を反省しなければならないっていう この言葉がすすごく好きでで勇気づけられるんですねいつも命あるようなもののような有機的形態を求めてるわけじゃなくて生物とか植物に似せると模倣するということと根本的に違うんだね。いわゆるいろんな部分が集合してって統合してって全体になるというものとは違ってやっぱりあの生命あるものがその生命ある有機体としてそれぞれの部分が一切 欠けることなく、おのものがあの関係し合って全体ができるそのそのこと自身の中に生命が生まれてくるっていうね、そういうことをガウディはあの考えていたと思うんですよ。生命ある造形のビジョンっていうだけで生き生きと気持ちが生き生きとしたんじゃないかっていうふうに思うのね、これね。